豊浜大橋は、広島県呉市の戸島と大崎市田島をつなぐ橋。1992年11月供用開始。県の大崎下島地区、広域への団地農道整備事業により建設された農道橋である。本州と安芸灘諸島を8つの橋で結ぶ安芸灘諸島連絡架橋の一つであり通称、安芸灘4号橋で大崎下島広域農道の一部を構成する。欄干のレリーフに剣取である楯が細工されている。戸島側の橋の下が戸島漁港にあたる。また大崎市田島側には日本一のジャングルジムがある架橋記念公園が整備されている。トラス橋であり、最大島長 240.0 メートルは2014年、現在で国内第9位の長さになる。同年現在の県内においては、鎌ヶ梁橋に次ぐ県内第2位のトラス橋である。橋脚に関して、戸島漁港があるため狭い海峡に大きな橋脚を用いた場合、航路占有幅が大きくなり、航行の妨げになることから、一般的な鉄筋コンクリート製橋脚では分厚くなるため薄くできる鋼製橋脚が採用された。また先に竣工した鎌ヶ梁橋と全く同じ形式の橋であり、工事にもその技術が活かされ、架橋工法や橋脚設置工法とも鎌ヶ梁と同じフローティングクレーンを用いた一括工法が採用されている。大崎下島側にある豊浜大橋架橋を記念して整備された約3万平方メートルの運動公園。見どころは高さ 13.2 メートル幅 15.5 メートルある日本一のジャングルジムである。戸島瀬戸に面して作られており、登ると橋や海峡を一望できる。その他、多目的グランド、ゲートボール場、テニスコート、芝生公園が整備されている。無料駐車場は約20台分。ありがとうございます。